スミスはさ何そのテンション何何何何私のことどう思ってるの作りすぎてちょっとグーの音も出ない感じなんですけどどうどうよ。あのね、面白い子だなって思ってる。え？あれおかしなこと言った？あのね、それだけ？それだけ。ショック。前々から風の頼り？噂？なんかね、周りからひかさしのことは聞いていた。なんだなんだなんだ、悪口か。なんで被害妄想。友達とかね、レギュラー一緒になったのって。多分、うん、ドッグデイズがこうやってメインで絡むの初めてだったかもしれない。そうだったから、なんかそれまでもいろいろお話は聞いてたけど、あ、なんかじゃあこのテンションでいていいんだなって思って、うん、毒やりいつもついてるもんね。毒やりじゃないの。毒や何やり、うん、投げやり、投げやり。こいつなんで食べるの。まあ、ここに傷のあるこういう人とかを、はい、一度なんかそういうね、中性的な役でやってみたいって思ってたからすごい嬉しくて、そうだから決まった時は本当に嬉しかった。ちょっと真面目に答えちゃったけど。やめてやめて。なんかね、なんかすごいハマってんなって、すごい本当思っておりまして、かっこやめてやめて、触んないでほんと。毒やり投げやり投げやり。もう一回。そして続いてのトークテーマは、ジュルダラジュルパン。何それ。イエイイエイ。最近ハマっていること。おお、ハマっていることね。これ全然ドッグデイズ関係ない関係ない関係ない。これ来ちゃったね。私ね、最近めっちゃ料理にハマってる。めっちゃ餃子包んだり、デトックススープ作ったり。うわー、女子イラッとしたからやめてくれる。そういうのすいません、ごめんね、すいません、ごめんね、やめてください。え、なんで花嫁修行。なんでなんでなんで、ふざけんねん。何で怒られたんだ。え、なんで怒られ。違う、なんかね、うん、いや外食が多くなるし、ね、コンビニご飯が多いんですよ、やっぱアフレコの時って。あー、そうね、お昼時間がなかったりとかでね。味気ない。はい、確かに。くそ、味気ない。言葉遣い。そう。だから、できるだけ家に帰った時は自分で作るようにしてますね。あと、野菜取れるようにとかね。野菜大事ね。やっぱね、25歳過ぎるとさ、あ、うん。出るじゃん。腹？ここがこれでこうじゃん。え、いるの？いる。なんで私いるの？いるの？やっぱ、いるのかな？いないよ。生まれるのかな？いないでしょ？いないよ、いないよ。怖いわ。腹が単に出るってこと？そう。あ、なんかね、食べても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 、昔はね、うんうん、そんなに体重変わんなかったんだけど、食べたら食べたらだけど、ブーンってここについてくる。そう、気をつけないとダメだよ。小清水アミシも言ってた。アミシケンシも。そう、アミシケンシはだってもうひょーってなってでしょ。あれで気をつけてるっていう。気をつけてる、うん、そっか、まあ体資本ですから ね気をつけて。えらいね。えらいね、ふざけんな。言ってた。落ち着けよ。分かったよ。なんだよ、ハマってること話させろよ。いいよ、来いよ。ありがとう。そうですね、私のハマってること私ね、カフェが好きなの、うん、おい、冗談だろ。なんだよ、話させろよ。ちょっと来いよ。女子だよ。カフェが好きでさ、割といろんなとこにお気に入りを持っているんだ。ほんと？はい。どこ行くの？どこ行くの？教えてよ。教えない。絶対に教えない。いちいちちょっと古いよね。うるさいよ。うるさい。言うてんだ。あ、カフェ。カフェが好きで。なんで？落ち着く。なんか、おしゃれカフェとか、まあおしゃれじゃなくても素朴カフェとか、いろんなカフェがあるんですけども、うんうんうん、なんか時間空いたりするじゃない。確かにね、2時間とか空いたりするとか、ね、そうそう、家にも帰れないし、うん、でもどうやって過ごそうかな、疲れたし休みだっていう時に、今の顔が直視しちゃったけど大丈夫、遠目で遠目で、そう、休みだいカフェに、そう、カフェ持ってると、お気に入りカフェ持ってると、よっしゃ、ちょっと大人な、あ、大人大人、もうアラサーやから、アラサー
あれ？え？私そう。同世代だと思ってたんですよ。そうね、そうね。そう。24、5だと思ってたんですよ。今何歳？年齢何歳？多分ね、これが出る頃はね、27歳。出る頃、27歳。じゃあ出る頃ね、29歳。わお！わお！